続いて、渡辺貴夫君の質疑に入ります。渡辺貴夫君。公明党の渡辺貴夫です。本日はですね、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして質問をさせていただきたいと思います。本法律案は雇用の分野における障害者に対する差別の禁止および障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置、いわゆる合理的配慮の提供義務を定めることを大きな改正の目的の一つとしております。そこでですね、まず差別禁止等の対象とする障害者の範囲について、田村厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。田村厚生労働大臣。今、範囲という話がございましたけれども、障害者に対する差別の禁止、それから合理的配慮の提供義務でありますけれども、これに関しては障害者手帳の有無に関係なくですね、職業生活上相当の制限を受ける、そういうような障害者の皆様方、幅広くですね、対象といたしております。渡辺貴夫君。次にですね、事業主がですね、雇用しているものがですね、障害者に当たるか否かの判断に迷った場合のですね、行政などからの支援について、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。厚生労働省職業安定局小川高齢障害者雇用対策部長。ご指摘の場合につきましては、必要に応じてハローワーク、地域障害者職業センター等の就労支援機関が受験を行うことなどを想定しております。また改正法の施行までの間には、都道府県労働局等を通じて事業主に対する説明会等を行ってまいります。渡辺貴夫君。次にですね、本法律案は精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることをもう一つの大きな改正内容としているわけでございますけれども、そこでですね、精神障害者を、雇用義務の対象とする場合に、精神障害者福祉手帳の交付を受けているものに限った、その理由につきまして、田村厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。田村厚生労働大臣。先ほどはですね、差別禁止でありますとか、それから合理的配慮の提供義務等々に関しましては、これは障害者手帳の有無関係なかったわけでありますけれども、こちらの方は、障害者手帳を持っているということが前提ということでございます。一つ考え方といたしましては、これ、障害者雇用ということを考えたときにですね、やはり社会連帯の理念の下で、すべての企業が雇用義務を課すという形になっております。そのような意味では、一定の障害者の皆様方をですね、雇用する、そういう環境が整っていることを合わせて、対象範囲が明確であり、公正、一律性が担保されること、これが重要でございまして、やはり一律性が担保できなければ、なかなかですね、これ、カウントする中においては難しい部分があるわけでございまして、障害者の皆様方の、もうその障害の、なんていうんでありましょう、状況みたいな話になってくるわけでありますけれども、そう考えたときに、やはりこの公平、一律性という観点も必要でありますし、一方で、それをある程度、調べるなんて話になると、これ、プライバシーの問題がそれぞれ起こってくるわけでございますので、各企業間等々でそういうこともなかなか難しいわけでございまして、そこでですね、障害者の皆様方の特性やプライバシーに配慮する中において、このような障害者手帳というものを一つ大きな、規定といいますか、目安にさせていただいた、条件にさせていただいたような次第でございます。渡辺貴夫君。その際にですね、本人の意に反し、手帳の取得が強要されないようにすべきであると、本年の3月14日の障害者雇用分科会意見書、今後の障害者雇用施策の充実強化についての中でですね、述べられているわけでありますけれども、この点に対する対応につきまして、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。小川部長。精神障害者の雇用者にあたりまして、手帳の取得が強要されないようにするということは重要だと考えております。で、このため、厚生労働省では、平成18年4月から精神障害者が実雇用者の算定に入りました。それにあたりまして、特に在職している精神障害者の把握確認の際に、障害者本人の意に反した制度の適用が行えないように、
プライバシーなどに配慮した障害者の把握確認ガイドラインというのを平成17年11月に発出しております。でこれによって事業者との人に取り組んだことでございますけれども、引き続き制度の適切な周知に努めてまいりたいと考えております。渡辺孝雄君。次ですね、これも確認なんですけれども、まあ、障害者手帳を所持しない発達障害者、あるいは難治性疾患患者等に対しても、まあ、障害特性に応じて適切な、まあ、支援が受けられるようにすることが重要との、まあ、意見、これはですね、障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会の報告書、本年の3月3日でございますけれども、まあ、こういうの意見が述べられているわけでありますけれども、まあ、これに対する対応としまして、田村厚生労働大臣からお伺いをしたいと思います。田村厚生労働大臣。障害者手帳をお持ちじゃない発達障害の皆様方や難治性疾患患者の皆様方もですね、現在ハローワークで求職者として年々増加をしてきておるわけでありまして、数が本当に増えてきております。これはまさにこの就労支援に対するニーズというのは非常に高まってきておるということでありまして、数を拝見しますと、平成22年度発達障害者の方々の職業紹介状況であります、これハローワークでありますが、914人であったのが24年度には1910人、難治性疾患患者の皆様方も22年度1272人が24年度、まあ、2433人と、これ2年で倍増してきておるわけでございます。まあ、そのような意味から、やはりハローワークの中においてですね、これ支援の強化というものをしっかりしていかなければならないということでございまして、まあ、具体的にはですね、発達障害の皆様方には、先ほど申し上げたんですが、コミュニケーション、これが非常に困難なところもございますので、これに対する、まあ、専門的な支援というものを全国的に展開をするということ。それから、難病をお持ちの皆様方に関しましては、難病に関する専門的な知識を持っておられる方、こういう方々にですね、難病疾患就職サポーターというお役割を担っていただいて、これ新規配置でありますけれども、そのような形でですね、この難病の皆様方や発達障害の皆様方に対して、就労支援というものをしっかりとハローワークにおいてさせていただこうというふうに準備といいますか、今、体制を強化をさせていただいておるような次第でございます。いずれにいたしましても、各地域ハローワークでですね、この障害者手帳をお持ちじゃない皆様方に関しましても、障害者、難病者、それぞれの方々にですね、しっかりとした対応ができるように、これからも制度を、体制の方を整備をしてまいりたい、このように思っております。渡辺孝雄君。次にですね、精神障害や発達障害、そして高次脳機能障害をですね、すみません、次に精神障害や発達障害、あるいは高次脳機能障害、あるいは難病などをですね、なかなか今までの対応ではですね、就労支援等が、難しい、非常に何て言いますか、苦労をしているような場合も見受けられるわけでございますけれども、このような方々に対する、就労支援にあたる人材ですね、の育成っていうのが非常に大事だと。そういう方々が確保されなければなかなか具体的な就労に、ついていけないということも当然あり得るわけでありまして、このような、専門的な知識あるいは病気をよく理解をしておられると、そのような人材を育成し確保するための対応につきまして、増谷厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。増谷厚生労働副大臣。はい、先ほどからお話が続いておりますが、精神障害者、あるいは発達障害、難病などの障害者に対する就労支援につきましては、個々の障害特性に応じたきめ細かな対応が必要でございます。で、このため、障害者の就労支援にあたる人材につきましては、障害特性に関する専門的な知識から、福祉、教育、医療等の関連分野の取り組み状況の把握に至るまでの幅広い知見が、知識経験が必要になるだろうとこう思っております。で、このような人材の育成確保に向けて、現在ハローワークの専門窓口の職員に対する専門的
研修を定期的に実施すると、あるいは地域障害者職業センターにおきまして、地域の就労支援機関の専門性向上に係る研修などに取り組んでございます。今後ともこれらの取り組みとともに、ハローワークをはじめとする地域の関係機関における支援体制の確保に努めるとともに、その専門性の向上等を図ってまいりたいと考えてございます。渡辺孝夫君。次にですね、障害者に対する差別の禁止や雇用促進のためには、その大前提となる障害に対する理解の推進、あるいは障害者に対する支援策の周知と、そういうものが重要だと、そのように考えております。以下、これらに関しての質問をさせていただきたいと思います。精神障害者の理解を進めるためには、事業所においてですね、心の健康問題の正しい理解のための普及啓発指針、心のバリアフリー宣言、精神障害を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針と、そういうものが作られておるわけでございますけれども、こういうものをですね、その他にもいろんな資料等はあると思うんですけれども、このような資料等をですね、従業員への周知を行っていくことが、望ましいのではないかと、そのように、推奨されておるわけでありますけれども、このような資料、あるいはバリアフリー心のバリアフリー宣言等をですね、どのように今周知をされておるのか、その現状につきまして、またその結果に基づきましてですね、さらなる推進を図っていくことも重要と思いますので、この点も厚生労働省にお伺いをしたいと思います。小川部長。委員ご指摘の、ここの健康問題の正しい理解のための普及促進指針につきましては、先ほどご紹介申し上げました、プライバシーに配慮した障害者の把握確認ガイドラインの中で、紹介しております。そのことによって、職場における従業員への周知を行っております。これにつきましては、今後ともハローワークの窓口でございますとか、障害者雇用に関するセミナー場等におきまして、事業者を案内するなどによって、その周知について図っていきたいと考えております。渡辺孝夫君。次にですね、障害者雇用に重要な役割を果たしています、ジョブコーチによるですね、職場定着支援の、成果、および、現在、生じておるようなですね、課題について、また今後の、これを解決するための対応等についてですね、松屋厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。松屋厚生労働副大臣。お答えを申し上げます。ジョブコーチによる職場定着に関する支援、平成24年度で4585件実施してございます。また支援終了後6ヶ月後の定着状況を見てみますと、 86.7% が引き続き継続雇用しており、一定の成果を上げていると感じております。これはハローワークにおける職業紹介により就職した精神障害者の職場定着状況、これが 49.1%、 これ6ヶ月以上でありますが、比べますと本当に大きな成果だと思っております。ただし今回の制度改正に伴いまして、支援を必要とする精神障害者の数が大幅に増加するということが想定をされることから、ジョブコーチの量的質的な拡大が大きな課題、となっております。今後その充実に向けて、検討してまいりたいと考えてございます。渡辺孝夫君。本当にジョブコーチ制度できてからですね、もうだいぶ時間も経つわけでありますが、その有効性というのはですね、証明されているところでありますので、その人材確保をしっかりやっていただきたいと思います。次に今回でですね、審議中の道路交通法の一部を改正する法律案が成立した場合には、雇用者が一定の病気、例えば統合失調症や転換、躁うつ病、無自覚性の低血糖症、あるいは再発性の失神などの発病や重症化によりまして、自動車運転免許取り消しや停止になることが想定されておりますけれども、そのような場合にですね、疾患や障害を理由に、理不尽なですね、解雇とか職場転換が行われないように、あるいは障害者や有病者に対する不当なですね、差別をですね、禁止して、雇用の安定に資するというのがこの法案の目的でございますので、そのような対応が必要となると考えているわけでありますが、この点に関しまして、増谷厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。増谷厚生労働副大臣。
今回の道路交通法の改正、でありますが、厚生労働省といたしましても、今回の道交法の改正に伴いまして、職場において、今お話がございました、一定の病気等を理由に、解雇など、雇用管理上の不利益な取り扱いが行われることを防止するため、警察庁をはじめとした関係省庁とも連携をしつつ、周知啓発に努めてまいりたいと考えてございます。特に職場に対しましては、今回の法改正を踏まえて、改めて一定の病気等を持つものであっても、適切な配慮があれば、十分能力を発揮していくことが、発揮して働くことができるということにつきまして、関係省庁と連携しつつ、リーフレットを作成することも含めて、周知に取り組んでまいりたいと思っております。渡辺孝雄君。関連でですね、もう一問質問をさせていただきたいと思います。先ほども、一定の病気での免許のですね、停止、あるいは、取り消しですね、そういうことが起こりうるというようなお話がございましたが、そういう場合にですね、やはり通勤とか あるいはお仕事で大変苦労される方が出てくるということでありますけれども、そういう場合にですね、交通手段、そういう障害を持っていても、あるいは一定の病気を持っていても、交通手段が確保されていればお仕事等もですね、十分できるわけであります。そういう意味では公共交通機関のですね、環境づくりが非常にバリアフリーのですね、環境づくり、あるいはそういう交通手段を使う場合のですね、支援等が必要と考えているわけでありますけれども、そういう点でですね、一般乗り合いバスでは平成24年7月31日の標準運送約款のですね、一部改定で、これまでの身体障害者や知的障害者に加えて、精神障害者に対しても運賃割引がなされるようになったと聞いておりますけれども、そのようなですね、事業者の実施状況につきまして、国土交通省にお伺いをしたいと思います。また、今後ですね、鉄道会社等の公共交通事業者でもですね、同様の割引の対応が実現できるよう、国土交通省及び厚生労働省としてですね、要請や働きかけをですね、お願いをしたいと思うわけでございますけれども、この点に関しましても、増谷副大臣並びに国土交通省にお伺いをしたいと思います。国土交通大臣官房坂審議官。先生ご指摘の昨年7月31日改正の標準運送約款でございますが、これは9月の30日に施行となっております。この9月の30日時点の調査では、乗り合いバスを運行する一般乗り合い旅客自動車運送事業者1819社のうち 37.2% にあたります676事業者が精神障害者の皆様に対して無料化を含む運賃割引を実施しております。またこれらの事業者の一部は同乗して介護を行う方に対しても無料化を含む運賃割引を実施しておるところでございます。国土交通省鉄道局田畑次長。現在実施されております鉄道運賃における障害者の方に対する割引は、鉄道事業者の自主的判断に基づき実施されているものでございます。精神障害者割引を実施している鉄道事業者は、本年4月現在で公営地下鉄をはじめ55の鉄道事業者となっております。国土交通省といたしましては、これまで機会を捉えて鉄道事業者に対し、精神障害者に対する割引制度の導入検討について理解と協力を求めてきたところでございます。今後も鉄道事業者に対し引き続き理解と協力を求めてまいりたいと考えております。松屋厚生労働副大臣。精神障害者保健福祉手帳、これはもう委員からもお話がございましたけれども、心象手帳、療育手帳に比べて非常に運賃割引の制度がですね、遅れたと、こういうことがございます。手帳の制度そのものが新しいということもありますが、写真の頒布等も始めまして、18年10月からそのようにいたしまして、やっと動き出しているわけでありますが、今国土交通省の方からご
ご答弁があったとおりでございまして、とりわけ、鉄道会社等の公共交通機関、まだまだ一部にとどまっているわけでありますから、しっかりとですね、ここは大臣を先頭に、厚生労働省といたしましては、運賃割引等の各種サービスの実現に向けて、関係者のご理解を得られるようにしっかり働きかけてまいりたいと思ってございます。渡辺孝夫君。私からもですね、再度お願いをしたいと思います。以上で質問を終わります。以上で渡辺孝夫君の